お昼になりました。東幹久です。本日もよろしくお願いします。今日はねタッパーご飯にセブンのコロッケをのせてみました。あとこれもう5分経ったな、シュメンテイジュンっていうね、新潟ツバメって書いてありますけどもね、名店なんですね。ツバメ三条系醤油ラーメンだって。なんかすごいね、これ何が浮いとるんですかね。これ煮干しのコクが旨味が効いとるんだって。いただきます。よいしょ。こうなんかまたあれだな、すごくなんか反射するな。なんでここに置いとこうか、この辺だったらいいか。はい、コロッケから、久々セブンのコロッケ、うまっ。サクサク、うん、今日は昼飯代403円で済みました。うん、うまっ。そしてジュン、うん、あ、麺がすっごい太い。こんな感じです。麺が太いね。チャーシューも、あ、チャーシューあるね。はい、すごくなんか浮いとるでしょこれ、スープに。絶対うまいわ。うん、煮干しの味がする。ああ、うん、うめっ。濃いね、思ったより。うん、コクがあるわ、本当に。チャーシューともあん、うん、うん、
うん、うまっ。麺によく絡んでこれ、いろいろスープとかこの刻んだ、これ何なんだろうね、ほんとこの刻んであるやつ、白い物体。でも税込みで300円でしたからね、こういう系にしてはちょっと安いよね。だいたいね、330円とか40円とかするじゃないですか。うん、うまい。玉ねぎですね、多分。白い物体はシャキシャキしとる。うん、美味しい。最後まで食感が楽しめる玉ねぎの、あれ多分玉ねぎよね、これ。美味しかった。はい、ツバメ、なんかツバメって有名ですよね。ということで、本日は純ツバメ三条系醤油ラーメンと北海道産ジャガイモのコロッケ、そしてタッパーご飯をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。これは美味しいよ、本当に。